リラちゃんが今、はい、あの婚活本を読み漁ってるらしいので、そうなんですよ。ちょっと今日は私ね、あのモテる女について勉強したいなと思うので、うん、ちょっと教えてもらいたいなと思います。ズバリモテる女とは、モテる女とは、うん、とりあえずなんだけど、その私が本を読んだ時に、うん、こうピラミッド式になっていて、ど、うん、本命、本命、彼女、セフレっていう風に男の人は分けてくんだって。うん、なるほどね。そう。で、え、何みたいな、ド本命と彼女変わんないじゃんとか思うじゃん、うん、でもこのド本命のところに入らない限り結婚生活は幸せじゃないんだって。まあド本命になってくれる人に出会わなきゃいけない、ね、そうそう、うん、だし、あとはやっぱ尽くしてなんぼみたいな女性がさ、うん、片付けたり料理したりみたいな、うん、料理大事じゃん。そう、でも男性は何かをしてあげて、女性に、女性が喜ぶ姿が一番好きなんだって。一番そのなんていうか、自分の男性能的にはすごくテンションが上がるんだって。男性がどっか連れてってあげて、うん、女性が喜んでる姿が男性は嬉しいんだって。だから私も過去2人だけ逆かと思った。あ、そう、わがままな女がいいってこと？いや、そこもね、だからわがままも、うん、なんていうか、わがままのジャンルによるというか、うん、どこ行きたいって言われて、うん、どこでもいいよって言うとするじゃん、女性が、うん、あ、じゃあ串揚げ屋さんはって言ったら、うん、それはやだっていうわがままはもう男性からしてダメ、うん、え、なんでみたいな、自分の、うん、あれみたいな、どこでもいいよって言ったのに、そう、否定に入っちゃうから、うん、男性のこと。でもどこ行きたいっつって、え、串揚げ食べに行きたいって言って連れてってあげて、うん、え、すごい美味しかったって喜ぶ姿は男性はもうすごく好きなんだって。そうなんだ。で、じゃ あ,、うん、あ、ごめんね。ってことはやっぱり何がしたいとか言った時に遠慮しない方がいいんだよね。あ、でも遠慮しない方がいいんだって、うん、ここがいいとか、うん、あれがいいとか、うん、あれ食べたいとか言った方がいいんだ。でも何でもいいって言う子もいるじゃん、よく。本当に何でもいい、そういう時に男性が決めたことに否定したらもうアウト、うん、で、よくその尽くす女がモテるとか料理上手がモテるとか言うけど、いや全然別に料理が上手じゃなくて、うん、あの片付けとかもね、男性の家で片付けとかしてくれなくても全然いいんだよ、それは、うん、料理とかも。そう、だから男性はなんかそのね、まあ料理はまあちょこっとするときはいいけど、なんかあまりにがっつりやってると、もうなんか、なんつうのかな、男性からしたらもう何もすることがなくなるんで、もう片付けも全然してた。でもさ、あの女性はさ、料理上手でさ、男の胃袋つかめって言うじゃん、うん、そう、でもそれをすごいアピールする女は嫌なんだって、うん、その結婚っていうのがイコール出てきちゃうから、重いみたいな。あ、そっか。だから なんか作ってよとか言われた時に、あ、分かった、じゃあありものでなんか作るねって言って、それが美味しかったりすると、あと、あの風邪ひいた時とかね、うんうん、風邪ひいた時とかに、あの体調悪いんだったら、じゃあご飯作りに行くねとか言ってさ、なんかそういうおかゆとか出てきたりとかしたら、ちょっとなんかこう胃袋つかむとかだけど、毎回その何かしらのデートでなんかご飯作ってそれアピールすると思いになるんだって。うーん、でまたその何も全部何もかもやってくれると、もう男性はもう何もすることがなくなる、役割がなくなっちゃうから、そうするとだんだん男性は、あ、この子何もしなくていいんだみたいな、だんだんこう無気力になってって、その子に何かしてあげることの喜びがなくなってしまうんだって。そうっていうのを学んだんですよ。で、私の親友が結婚したんですけど、うん、本当に料理が下手なの。いや、上手なんだけど、うん、結構その、なんていうのかな、毎日こう、コンディションが違うというか、うん、その、美味しい時そうそう、やっぱ半熟卵食べたいって旦那さんが言っても、うん、その、やっぱ茹でる時間によって半熟がね、その、毎日違うんだって。で、あ、今日失敗しちゃったね、あはー、みたいな。でも、それでも、男性はもう本当にすごく好きだから、その奥さんのことを。だからね、本当料理上手だからモテるわけでもないし、ちょっとこう、ちょっとなんか気持ち、あれちょっと焦げてるよねぐらいの方が可愛く見えるんじゃないかなみたいな。焦げが可愛いんだ。焦げ可愛いんじゃないかなって思うんですけど、過去にね、二人だけ私のことをド本命に思ってた人がいるんですよ。いや、これ本当ね、本当私がただ単に勝手に思ってるわけじゃない。でもやっぱその通り、その本の通りに、本当にド本命な人って、メールとか男性返すのめんどくさいけど、うん、やっぱり返してくれるし、細かく返してくれるし、うん、もう自分のとこまで迎えに行って、うん、車で迎えに来てくれて、とか、もう好きなとこに連れてってあげるとか、あとはまあ全額おごってくれるとか、うん、なんか本当、なんかド本命ってこういうことなんだなって思ったんですよね。たださ、その今過去って言ってたじゃん、はい、過去に2人いたじゃん、はい、だからそれに対してリナちゃんはピンとこなかったわけでしょ、ド本命にもかかわらず。そうなの、ハマんなかったんです。だから難しいとこだよね。でも絶対いるんだよ、きっといるんだよ。うん、なんかその何でも
やってくれる男子もそれはそれでこちらがなんか刺激がない気がしちゃうんだよ、うん、どうなんだろうねこれは。本当にだからそれじゃないってことでしょ。結婚できない女だよね。だからここに2人今ここに2人であの婚活本の勉強してるのはそのそれが理由だと思うんだけど、それあるでしょ。だって何でもやってあげ、ね、要は尽くしたい女の子も多分中にはいると思うんだけど、うん、だからもうだからそういう人ダメンズを引き連れてるよね。引き連れてはいないけどゾロ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 ね。そうだよね、うん、そういうことじゃない。紐の人と付き合う女の子とかもそうじゃん、うん、もう何でもしてあげたい、お金も出してあげたいみたいな。でもそうするともう本当男性の本来の本能的な部分がもう全て削られてくから、だからそういう家事とかしてもらいたいんだったら、お願いなんかしてとか可愛く言うとか、なんかもしじゃあゴミ捨てができたら、え、すごいありがとうって褒めて、だ犬と一緒だ男は犬褒めてくれたら嬉しい、嬉しい、あの笑顔が嬉しい、その男性はじゃあもっとやってあげたいって、何かやってあげたいって、男の人を褒めた、うん、女の子のその喜んでるのがとか、そういうことじゃない。あとやっぱその自分が彼女のために何かできたっていう喜びだったりとか、うん、達成感ですね、うんうん、まあ、そのうまくちょっとあんまり説明できないから本買ってほしいんだけどでもまあそういうことらしくて、うん、本当にその度本命に入らないといけないわけさ、私たちは。でも私過去2人いたけど、その人たちとはまあお付き合いできなかったわけじゃん、まあ、もう今付き合ってないわけだから。だから本当ド本命の中でも自分がいいなって思う人を探し求めなきゃいけないんだよね。いやめちゃくちゃ婚活行かなきゃって思った、その本を読んで。でも絶対にいるのよ絶対にいるのよ、そうなのよ。そう、私これちょっと結婚できた時にもう一回 見直そうかな、結婚式ね、結婚式流そうかな、これ結婚式のでも絶対いるんだよ、絶対いるのあなたよって。そうだから絶対いるんだから、そこまで頑張る。あと妥協しちゃいけないっていうのも書いてましたね。みんな結婚した人はそう、婚活本出して結婚した人は妥協してないって、今までで一番いい男だった、今までっていうかもうこの先もずっといい男だっていう人と結婚してるから、やっぱ妥協はいけないんだなと思って、その時点で私はこの二人の方ともう別れてよかったなとは、同盟だったけど、うん、もう後悔はしてない。今日はあの婚活本を読み漁っている中西さんからいろいろとお話を聞きました、まあ、男性の意見もちょっと聞いてみたいなと思う。そうですね、どう思うかな、よかったらコメントください、はい、ということで今日も動画ご覧いただきありがとうございます。動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。